アートペッパーはアメリカのジャズのサックス奏者、カリフォルニア州ガーデナ生まれ、1940年代よりスタン・ケントン楽団やベニー・カーター楽団で活動を開始する。1950年代には事故のコンボを結成し、ウエストコーストジャズの中心的な人物として活躍した。生涯を通じて麻薬中毒によりしばしば音楽活動が中断されている。 1960年代後半を、ペッパーは薬物中毒者のためのリハビリテーション施設しなのんで過ごした。1974年には音楽活動に復帰し、再び精力的にライブやレコーディングを行った。1977年に初の日本公演を行う。この時の日本のファンの熱狂的な歓迎に、ペッパー自身が非常に感動した様子が3番目の妻、 ローリーペッパーによって筆記された自伝ストレートライフに記されている。それがきっかけなのか新日課であり、1980年には石黒系のアドリブに参加した。1982年6月15日、脳一血により死去。ありがとうございます。